後藤輝樹がヤバすぎる。後藤輝樹、東京都知事選で正規の呼称80回以上連呼したことで NHK で初めて問修正された男で、14回選挙に挑戦し全て落選しています。2015年千代田区長選挙のポスターでは自身の全裸ポスターを作成しました。河合雄介、2021年の千葉県知事選挙でジョーカーの格好で立候補し音楽活動を始めます。京都大学を卒業した天才で、婚活イベント人材派遣会社を経営する企業家でもあります。公約は千葉県をディズニーランドにすることを掲げ、政見放送では9分間自身のミュージックビデオを流し、視聴者を音楽番組と勘違いさせました。